ずは鎌田さんにお題をね、それぞれお題をやっぱりいただきたいですね。私が詩と、まあ、メロディーを作りますので、鎌田さんがだいたい土台を作ってくれるんですよ。コード進行というかね、ブワーッと曲を作ってくださいますので、そのためのきっかけとなる音を3つがいいですかね。うん、で3つにしようか。3つしましょうか。うん、よし。音楽わかる人だったら何々シャープとかね、そういうのもやっていただくと大丈夫です ね。B シャープとかね。それは C だね、まあ、まあ細かいことはいいんですよ。何でもいいんですよ。トレミファソラシドの中でもいいし、あの黒いところだったらシャープかフラットをだいたいつければ、ドにシャープとかつけちゃえばそこら辺になりますので、なんか思いついたやつをパッと言っていただければ嬉しいんですけど、我こそはという方はぜひ手を挙げていただきたいですけどね。いらっしゃるといいな。はい、我こそは、あ、はい、お願いいたします。 G フラット。 G フラット、はい、お次はどなたかいらっしゃいますか。はい、あ、こちらの、はい、どうぞ。Em7、それは音楽を知りすぎている形ですね。コードを出してくださったの。Em7 もじゃあ使いましょう。よろしくお願いします。春夜くんお願いします。春夜くん、春夜くんって、春夜くんね。C で、はい。あ、なんて、おお、意地悪い。いいとこ来たね。そうですね。この3つはどんな音ですか。ドと今、G フラットに来てるんですけど、これはね、非常に不吉な音ですね。怖い怖い。横断歩道でヤバくなるとなるやつですよ。これね、音楽の悪魔と言われてて、増用度っていうあれですね、非常に不協和音ですね。それを分かって言ったんですね。そうですね。あら、もう一つぐらい、じゃあもう一つ、もう一方、はい、どなたかいらっしゃいますか。ドレミアソラシドでいいですよ。はい、どうぞ。ミ、はい、うん、もう不安で仕方がないね。どういう曲になりますかね。よし、じゃあここからね、曲は始まるとして、じゃあ次は詩のお題です。まずはじゃあ感情いきますかね。はい、ハッピーハッピーね、これでハッピーね。オッケー、分かった、ハッピーハッピー、オッケーです、ハッピーハッピー。じゃあ次はですね、固有名詞、何かしらの、何でもいい、思いついた、時計とかでもいいし、時間とかでもいいし、何でも、今日見たものとか食べたものとか、そういうワードを一つください。さあどうぞ。友達、ハッピー、友達。なんで事故にでも会わないから大丈夫かな。はい、わかりました。 OK、 ありがとうございます。ハッピーで友達、どっかに入れます、必ず。よし、2個でいいかな。ハッピー、友達ね。なんかいけそうな気がするから、もう1個ぐらい行きましょうか。もう1個ぐらい、もう1個ぐらい、よし行こう。誰にしようかな。あ、鍋。ハッピー、友達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 、鍋。うん。相当ハッピーですね、それは。子供泣いちゃうよね。すいません。つるっと進行していただいてから入った方がいいですかね。イントロを弾きます。わかりました。イントロでふんわりつかみます。OK。私から、なんとなく。なんとなくって困りますよね。まあまあ、やってみましょうね。Thank you.
びっくりよ、ありがとうございました。いや楽しかった。これもうめっちゃ汗出るん、違うとこからね、違うとこからもう肝臓あたりからすごい汗が出る、もう変な、あーしんどかった。これでも楽しいんですよね。これ寿命は完全に縮まってますけどね。ありがとうございます。ナイスお題、ナイスお題でした。本当ありがとう。ちょっと難しくてやりがいがあったな。皆さんね、今ジェットコースターに乗った気分だったでしょ。この人今落ちるんじゃないかしらみたいなね、なんとかなったね。皆さん歌ってくれてどうもありがとうございます。ありがとう。じゃあ即興コーナー終わって、次はですね新曲のコーナーに行きたいと思います。ちゃんと作った方の曲。そう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 、ちゃんと作った方あるんです。